皆様、ステイホームから始めたおうち詩吟は、百人の詩、富士山、朝緑とつなぎ、いよいよ第4弾です。今回は、渓林荘雑詠書生に示すその1を選びました。この詩は、初心を忘れずに、という思いから、全国正倉吟詩夏季特別研修会の最後に、毎年必ず、皆で合吟しています。共に暮らし、共に学ぶ喜びを、冬の朝の炊事の支度の一コマに捉え、志を立てる者たちを、励ましてくれる詩ですね。私たちもこうしてみんなで切磋琢磨し、吟研詩部普及のため努力していきたいと思い吟じます。